やっぱりあの時間帯に1人失ってしまうっていうのはやっぱりチームとしては相当アドバンテージになってしまう感じで、やっぱりあそこが今日のまあターニングポイントだったかなと思います。でもボランチみたいな感じのポジションでプレーしてて、ちょっと今までやったことないところだったのもあって、ちょっとあまりうまくできなかったんですけど、後半から左サイドハーフに入って、まあ、普段慣れてるポジションっていうのもあって、まあ、そこで簡単にボール失わないように前に少しでも自分のところから外して進めていけたらっていう風な意識を持ってやってて、まあ、ある程度そういう形をちょっと出していけたんですけど、やっぱりいかんせんやっぱり1枚少ないと最後のところでも攻撃の枚数が少なくなってしまったので、そういうところでやっぱり、まあ、きつかったなっていうのはありますね。相手守備ですけど、ビビらず自分たちのサッカーで戦っていけたらなと思います。